武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学医学部の英語の勉強から話していきたいと思います。英語の勉強ですが、時間90分で大問が5題出題されています。そのうち3題が文法という形なんですが、ただですね、ちょっとその文法が特殊で、まず大問2で和文英訳の文法が出ると。で、和文英訳で文法って何だっていうと、日本語の文章が問題として与えられていて、それに当てはまる英語の文章を、まあ、4つの中から選択するという形になります。なのでこれ、その文法が知識があればじゃあ選べるかと言われると、正直ですね、その英作文やってないとちょっと辛いかなという問題も入ってます。なので別に書けるまではいかないでも、例文暗記なり、英作文のルールですね、まあ、などの学習をちょっとしておいた方が楽になるかなとは、思います。で、また正序問題、並べ替えですね、が出ており、これが10題、出てきますので、まあ、ここの正序問題、まあ、めちゃめちゃ難しいというほどでもないんですが、ただその何ていうか、一つながりではなくて虫食いのような形で、まあ、飛び飛びで設問が、空欄が出てたりするので、まあ、ちょっとその難しい正序の対策、まあ、英語正序問題、聖戦600などですね、あちらをやっておいた方がいいかと思います。で、先ほど言った大問2の英作文、和文英訳の文法問題に関しては、まあ、できればその英作文ハイパーの和文英訳編など、や英作文、基本300選なんですね、寸大の。まあ、武田のルート的には英作文ハイパートレーニングの和文英訳編だと思いますが、ああいったもので例文を叩き込んでおくと、やりやすくはなるかと思います。で、第1問の4択の文法に関しては、まあ、ファイナルの標準編などで十分かと思います。で、長文に関してですが、かなり文章が長いものも出ており、で、文章難易度も、やはり、まあ、テーマ自体がちょっと難易度が高いものが多いので、医学系の英単語など、まあ、医学部系の長文をやっておいた方がいいでしょう。で、まあ、長文そのものの問題難易度に関しては、まあ、マーチレベル読めていれば十分対応できる程度かとは思いますので、まあ、こちらのレベルをしっかりやっておきましょう。まあ、不安の場合は、まあ、総計レベルやってもいいですが、まあ、正直そこは、まあ、仮にやるとしてもポレポレぐらいで、基本マーチレベルを徹底的に固めることを優先するのと、まあ、医学部系統の、長文に慣れておくことを、重視しておいた方がいいかとは思います。以上が、英語の勉強となります。